今回は簡単に腹筋を鍛えることができるエルボークランチを紹介していきます。たったの20秒です。初級、中級、上級と3種目紹介していきます。自分のレベルに合ったものをやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、簡単に腹筋に効かすことができるエルボークランチを紹介していくんですが、実は肘を使うだけで腹筋に2倍3倍効かすことができるんです。なぜかというと、腹筋運動をする際、上体を動かす、足を動かす、体を持ち上げた状態でキープするんですけど、それって実は体重で負荷がかかってます。そこに今回、肘を使うことで、さらに負荷を上げることができます。同じ辛い思いするんなら、時間が短い方がいいですよね。そういった方には今回のメニューがおすすめになってます。たった20秒を3種目紹介しますので、レベルに合ったものをやってください。腹筋を鍛えたいけど、首や腰、どうしても痛くなる方多いと思います。今回は、簡単な方から順番に行っていきます。全部やっても1分。1種目だけなら20秒。頑張ってやってみてください。それでは紹介します。通常クランチというと、足を曲げて、手は胸、または頭、または手を伸ばして、体を持ち上げるんですけども、この時に頭を動かすと、首が疲れてしまう。腰を丸めると、腰が痛くなってしまう。そういった方多いと思います。で、今回は初級編として、片足曲げて、片足持ち上げます。持ち上げた足を肘で腿を押さえます。ここでしっかり足を抱える。そうすることで腹筋を使うことができます。初級編はこれを左右やっていきます。20秒しますから、10秒間片足、もう10秒は反対足です。手を使って押さえるやり方もあるんですが、押さえる力が弱いとあんまり効かないので、肘をついて、この位置を固定させた状態で、足を引き寄せることで、腹筋を使うことができます。これを、行きましょう。太ももを引き寄せる際に、しっかり腰がついてるかどうかを意識してください。腰をしっかりつけて、膝を手前に引き寄せる感じで、お腹をへこませながら、効かしてください。それでは、行きます。スタート。足をね、抱える感じで。お腹触ったら分かると思います。力入ってます。今度は反対、押さえるだけです。腰も首も痛くありません。よーし、 OK です。中級編は上体を起こして同じように押さえます。上体しっかり起こしてますから、さっきよりね辛くなると思います。10秒ずついきましょう。それではいきます。上体をしっかり起こしてスタート。しっかりね、ももを手前に押してください。反対です。どんどん引き寄せて、オッケーです。さあラスト、上級編、辛くなります。上体を起こして、片足曲げて、反対足を浮かしておきます。この状態でキープ。これ10秒ずつ辛いので、5秒おきに足を入れ替えます。それで20秒キープです。それでは、いきます。スタート。5秒おきに足入れ替えて。はい。どんどんね、引き寄せて。はい。あー、きつい。あー。はい、ラスト。もも引き寄せて、ダーふー、お疲れ様でした。いや、今回とっても簡単な腹筋のやり方です。体を起こしたり戻したりするときに、体が持ち上がらない、首が疲れてしまう、腰が丸くならない、そういった方は今回の腹筋がおすすめです。腹筋が丈夫な方はちょっと物足りなかったかもしれません。そういった方はね、また違うレベルの腹筋メニューを載せてますんで、そっちの方もやってみてください。今回は初級者の方でも簡単に腹筋を鍛えることができて、肘をつくことで負荷を上げることができて、お腹に早く効かす方法でした。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。
ー。